こんにちは、ともきです。いよいよ大会前日の夜となりました。で、今はですね、石川県金沢市の会場近くの宿にいます。昨日からカーボアップといって、まあ炭水化物をバンバン入れてですね、まあ、体を元気に、筋グリコーゲンをしっかり補充して、で、明日、ステージでパーンと筋肉が張るようにやってきました。で、今日の動画では、さあどんなものを食べてるのとか、あとですね、今日はカラーリングって言ってこうやって肌にスプレーしてシューッと黒くしましたけど、まあそのビフォーアフターとか、まあ今日の様子とかも撮ってるんでまとめて、この後動画で紹介していきたいと思います。はい、では早速昨日の朝ごはんから動画流していきます。ちょこちょこちょっと仕事忙しくて動画撮れてなかったりもするんですけど、まあ大体ね、こんな感じで食べてますっていう雰囲気伝わればいいかなと思います。はい、現在7時37分です。1食目を食べていきます。ご飯と鮭です。今日ね、仕事中職場で食べるおにぎりたちを作っております。まあ、こんな感じで自分はタッパーにラップを敷いて、こうもう握らずにパッパッとやっております。スレスレ継ぐと大体 200g ぐらいになるんで、まあ一回これをこういう感じでたくさん作って持っていきます。だいたいおにぎり5個とお弁当分1個できました。あとはね、ちょっとプロテインとか用意して職場に行きたいと思います。仕事中1日かけてだいたい飲む、まあ、ドリンクです。 EA を 30g ぐらいとグルタミン 20g でクレアチン 5g 入れてます。で、後ろにチラッと映ってるこっちはですね、大会終わったら、ね、飲もうと思ってるアマゾンセールでちょっと安くなってたウイスキーです。はい、では行ってきます。お昼11時です。普通に昆布かけすぎてしょっぱいです。はい、今1時半です。3食目ですね。お昼ご飯食べます。ご飯と鮭です。はい、現在10時33分です。仕事から帰ってきて、ご飯ですね。でちょっとね、仕事中おにぎりそんな食べれてなかったんで、もう2個分食べます。と鶏肉ですね。あとパクチーちょっと振りかけてます。ニンニクと醤油と、酢ですね、黒酢で、あと炭酸水にちょっと味付けしてます。いただきます。7時53分です。大会前日土曜日です。さあ、1食目は鮭とご飯です。今日は移動日ですので、これ食べて準備して出発したいと思います。はい、そろそろ出発します。おにぎり鮭入りです。3つとプロテイン、これ明日の分とかですね、最初に作っとくとちょっと悪くなると怖いんで粉で持っていきます。これはイエーです。はい、今ですね、最寄り駅に着きました。ここ豊橋からまず名古屋に向かってオッスジムさんの方にカラーリングですね、今日行ってきます。めちゃめちゃいい天気になりました。昨日まで雨だったんですけどね、非常にいい天気になりました。はい、行ってきます。まもなくオッスジムに着きます。去年ね、こちらで一度カラーリングさせていただいて、すごいいい色がついたんで、今年もこっちでやってもらおうと思って来ました。ここですね。はい、カラーリングしっかりやっていただきました。過去一黒くなりました。はい、ありがとうございます。
宿に着きました。キッチン付きの家を探してて、会場から近いとこ、いいとこ見つかりました。めちゃめちゃいいので、どんな感じの部屋か紹介していきたいと思います。はい、今玄関ですね。そしてはい、こちら玄関から入ってすぐです。洗面所に、洗濯機にタオルに洗剤まで用意されてます。でこちらがシャワー室ですね。で入っていきますと、ドーンとキッチンがあって、なんとこれフライパンとかも全部、お箸ちゃんとね2人分全部置いてます。洗剤もあります。そしてテレビと机があって、布団とですね、こんな感じです。電子レンジに冷蔵庫もあります。めちゃめちゃいいです。はい、じゃあせっかくなんで、ちょっとどんな荷物を用意したか開けて紹介していきたいと思います。まあちょっとしたカバンと服と、まあプロテインですね、明日使うようなやつです。あ、でこれはちょっと特別なやつですね。今日ポカリを買って入れようと思ってます。で服類がこうあって、まあこれがいろいろかパソコンとかですね。よいしょ。で、まあ、歯ブラシとかヘアセット剤とか、あと今回ですね、初めてファンデーション、顔が白いんでこいつで黒くして、このポンポンするやつで顔を伸ばしてっていう感じでやっていきます。あとは三脚ですね。よいしょ。夜ご飯をね、今探しております。やばい、どれもめっちゃ美味しそうです。今ある案としては、まあ、スーパーに今から行って食材とかを買ってここで食べるか外食をするかってことで、今もうレストラン見てたらステーキとか、うわ、あとはですね寿司とか、やっぱ石川美味しそうですね。買い出しに来ました。美味しそう。中にお餅が入ってるよって。ちょっと今日はもう閉まってるんでね、また翌日以降大会終わって来ようかなと思います。商店街がもう宿のすぐ近くにあって、すごい楽しいですね。はい、買い物から帰ってきました。結局ね、今回は外食は行かずにここでいろいろ食べようと思います。じゃあちょっと買ったものを紹介したいと思います。まずこれお寿司ですね。半額ラッキーです。エビ、カニ入り、あと数の子とか入ってます。まあ、これとちょっとビリッといきます。こちらも半額ですね。ラッキーです。ハンバーグ美味しそうですね。柔らかローストビーフ、なんか基本半額でしたね、行った時間が。すごいラッキーです。もう調理済みのやつですね。美味しそうです。ローズ香るバジル仕立てのローストチキン、調理パン、サーモンチーズですね、コッペパンです。白米 200g と、あとなんて言うんですかね、いろいろ入ったうまきのようなものです。でこれも半額でいました。であとがまあ飲み物ですね。で今から夜ご飯を食べていくんですけど、自分はこれを夜ご飯にして、これを2人で食べて、彼女はハンバーグを食べると。でこれが朝ごはんですね。朝ごはんセット、でこれが昼以降の明日の会場に持っていくお弁当です。これ彼女のお昼ご飯と、これ彼女の朝ご飯と。はい、こんな感じです。いや、めちゃめちゃ良かったです。まあ、スーパーかなと思って行ったら、いろいろ惣菜屋とか、いろんなショップがこうたくさん入ってて、ちょうど時間も半額の時間で、すごい良かったです。
では今から食べていきたいと思います。あとご飯食べる前にもう今日のコンディションまで取っていきたいと思います。こんな感じですね。すごい濃いめにスプレーしていただいたんで、すごい黒くなってます。顔は白いですけど、悪くないと思います。はい、夜ご飯食べます。寿司とサラダと、彼女はご飯とハンバーグですね。コップとか食器があるのがすごい助かります。ではいただきます。ちょっとハンバーグ一口いただきます。あつつ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 、チーズハンバーグ、トマトチーズハンバーグいただきます。うんま、はい、以上が大会前2日間のカーボアップとか、まあ、過ごし方でした。いよいよね、明日です。まずは決勝に残れるように頑張っていきたいと思います。今からこう急いで動画編集してアップして、これが流れてるっていうわけです。まあ、あとはしっかり寝て、明日はフリーポーズできるように頑張ります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。